Okay, I think I'm ready for the final boss. If assuming they're behind that door and I don't have to go through an army of other enemies first. Damn, that's a long walkway. Not a single enemy, which means this entire map is useless. Oh, it's awfully quiet here. This is a boss area then. Yup. Hope I'm ready. Joshua and Estelle will be playing support, of course. This is the SSS's turn to shine. A shrine to the DG's deity, huh? こんなもんが広がってたのかよ。 That's the one Kyo was in that photo. キーボーの写真に写っていた。この場所で撮られたものだったので。なんかね、暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんできた。 上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い感じ。そうか。あれはこの場所のことだったのか。その通りさ。ヨアヒム・ギュンタ。いつの間に？どうやら本当にただものじゃなさそうだね。 ようこそ。我らの起源にして聖地へ。特務支援課の諸君、そして遊撃士協会のお客人、歓迎させてもらうよ。あなたは。 He's doing this also he can be the ultimate fisherman with his Gnosis powers. Yoahim Gyunta, 担当直入に行かせてもらう。グノーシスを投与して、操っている人々を今すぐ解放しろ。どんな方法かは知らないが、あんたが操ってるのは分かっている。ああ、別に構わないよ。 Wait, really? IBC ビルでも言っただろう。キーヤ様を引き渡せば、いくらでも手を引こうと。ふざけるな！まだそんな弱いことを。てめえ、喧嘩売ってんのか！最低の犯罪者ですね。何こいつ、教授並みに性格が悪そうね。 ワイスマンはここまで狂気じみてはいなかったけど。やれやれ、これでは話にならないな。そもそもキーヤ様は我らが教団の崇める巫女、それを返せというのがどうして理不尽なんだい。自分たちが6年前どんなことをやったと思っている。そんな連中にキーヤを引き渡せるわけがないだろうが。 それよりも、いい加減キーヤちゃんの素性を明らかにしなさい。ちゃんと身元は分かっているのでしょう。<笑>なるほど。君たちはまだキーヤ様がこの時代の生まれだと思っているのか。この時代。<笑>いいだろう。 英知に至らぬものに話すのは本来禁じられているが、君たちには特別に教えてあげよう。
つい一月前までキーヤ様は眠っておられた。この祭壇の聖なるゆりかごでまどろむように、500年以上にも及ぶ長き眠りに疲れていたのさ。まさかてめえふかしてんじゃねえぞ別にそんなに驚くこともないだろう。現代の技術では不可能でも、古の技術ならばそれが可能。500年前アーティファクトを研究していた錬金術師の集団がこの地にあった。この祭壇は彼らの技術をもとに作られたと伝えられている。星見の塔を建造した中世の錬金術師たち。そんなつながりがあったなんて。以来キーヤ様は500年もの長き眠りに疲れていた。当然その素性を知る者は我が教団にすら残っていない。つまりはそういうことさ。そんな、なんてこった。キーヤちゃんの過去取り戻してあげられると思ったのに。何を悲しむことがあるんだい。キーヤ様に過去など不要。なぜなら彼女はこれより真の神になるのだから。神って文字通りの意味さ。君たちはいい加減真実に気づくべきなんだよ。エイドス？そんなものがどこにいる。全ては七王教会によるまやかしだとなぜ気づかない。正気かよ。女神の存在を疑う人がいるなんてだがそれが我が DG 教団の説く真理だ。 Don't tell me that. What about that minor from Liberal who said that ideals might not exist? Well, he's more of an atheist than And he wouldn't be with either the Septian Church or the DG cult. But even then, he kind of turned to Adios, so yeah, that's kind of moot. よく誤解されるのだが、我々は別に悪魔という存在を崇拝しているわけではない。They probably see the devils as tools. ただ、女神という概念を否定するために好都合だから、概念的に利用しているに過ぎない。毒を持って毒を制す。つまりはそういうことだよ。ふざけないで。だったらどうしてあんなひどいこと。みんな泣き叫んでいた。私がいたロッジはそれでもマシだったと聞いている。悪魔なんて崇拝してもいないのに、どうしてそんな。ティオスケティオプラトー、君の名前は覚えているよ。アルタイルロッジで素晴らしい感能力を示した検体。いやはや、まさかこんな形で検体本人に会うことになるとはね。ちょうどいい。改めて話してもらおうか。大陸各地のロッジで行っていた数々の非道な儀式の目的を。おや、まだわからないのかね。全てはグノーシスの完成度を高めるための実験だったのさ。人が極限状態の時に示す想念の強さや潜在能力の開花、それがグノーシスの完成度を高める格好のデータだったわけだちなみに子供が多かった理由は単にデータサンプルの精度の問題さ。思春期を迎える前の幼く無垢な検体の方が広々とやめろ
いい加減にしなさい、この人でなし。まさか俺ら以上の外道がいるとはな。ヨアヒム・ギュンタ、察するにあなたはそうした数々の実験を統括していた責任者だったみたいだね。その通りだ。だからといって教団内の位階が高いわけではない。そもそも我が教団は真なる神のもと平等の。あんたたちの教義なんて正直どうでもいいわ。それよりだったら知ってるはずよね。The place that Ren was at. 楽園と呼ばれていた風変わりな老地のこと。その名前は、あの黒いファイルにあった。ほう、その存在を知っているのか。あれは教団の有力者がわざわざ作らせたロッジでね、各地の有力者を取り込み弱みを握って教団の手ずるとする。正直僕が考えていた実験の趣旨からかけ離れてしまったロッジだったよ。やっぱり推測通りだったか。なるほど、そういうことか。その楽園とやらに引き込んで議長の弱みを握ったんだな。そうつながんのかよ。僕は全てのロッチの実験結果に目を通していたからね。6年前のあの忌々しい作戦でほとんどのロッチが失われた後、ちょうどいい後ろ盾を手に入れることができたわけだ。ルバーチェなんていう便利な手足のおまけ付きでね。やっぱりか。警備隊を操れているのもそのあたりの関係だな。そういえば、どうやってグノーシスを連中に服用させやがったんだ。ああ、議長の子飼いである警備隊司令に強引に回させたのさ。ウルスラ病院で開発された画期的な栄養剤という触れ込みでね。まさかこんなにあっさりと信じるとは思わなかったが。アホ司令がさすがに迂闊すぎんだろ。楽園に話を戻すが、あれは妙な終わり方をしたようだな。どうやら例の作戦とは別に去年リベールで異変を起こした結社とやらに潰されたようだが、やれやれ、何のつもりだったのやら。 Yeah, why would Ouroboros go after them? To recruit, probably to recruit the children there? ああ、しかし楽園には一つだけ大きな心残りがあったな。天才的な適応力を持つ一人の幼い検体がいたんだが、これがまた傑作でね。周囲にいた別の検体の人格をグノーシス投与をきっかけに自分のものとして取り込んだのさ。 That explains the split personality thing from the Star Door. いや、その実験データだけでもせめて回収できていれば。もういいわ。知りたいことは全部わかった。もうそれ以上話す必要はない。ごめんロイド、少し出しゃばったみたいだ。いや、おかげでこちらもかなり整理できた気がする。これで心置きなく逮捕に踏み切れそうだ。 DG 教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンター、自治州法に基づき傷害、騒乱、不法占拠、薬物使用、虐待など数多の容疑で逮捕する。略式ではあるけど捜査令状および逮捕状もすでに出ているわ。おとなしくお縄についてもらおうか。いいだろう。僕と君たちのどちらが目的を達せられるのか、ここは一つ賭けをしようじゃないか。
His hair turned white. And he has an orbital staff. Is that his true hair color? しかも、フォーバルスタッフの一種ですか。僕の髪はこちらの方が地の色でね。グノーシスを投与し続けて、少々風変わりな体質になったんだ。なんせここ数年、全く睡眠をとっていないくらいだからね。おいおい、喋りなってねえぞ。なるほど。それで病院勤めをしながら、ここまでする時間が取れたのか。さすがは捜査官。いいところに気づくじゃないか。ちなみにこの杖は、例の錬金術師たちが作り上げた魔道具の最高傑作の一つ。アーティファクトすら凌駕する力を秘めていてね。こんなものまで刺激できるくらいさ。 Are those robots? これって錬金術を駆使して作られた中世のオーバーマベットか。さて、そろそろ幕切れとさせてもらうよ。多分今日という日は記念すべき一日になるだろう。キーヤ様が神となって我らの悲願が達せられる日にね。知れこと、あなたなんかに絶対に負けない。さあ賭けを始めよう。速攻で蹴りをつける。任せて。 How we get out of this one? Let's first do that.Gonna drive. Ow. This is really bad.Chrono Drive. Routine Guard. Really, yeah, this needs a food favorite system. Oh shit, he's using that. His S-Craft. He's dropping a huge demon on us. Oh
はい。Shadow Blade. Another team guard. Analyze. Shadow Blade. What the hell? Stealthed? So now we have to wait for him to reappear if we want to do anything. Okay, now to focus on him. I should probably heal up first. Guard. Item. Keep doing some damage here and there. Last disaster. Oh, he stole that turn. Oh well. He doesn't have any allies to use it with anyways. Keep smacking him with this until he dies. And he's dead. I hope we recover between rounds. Yoshi! Kake wa ore tachi no kachi da na. Otonashiku toukou shinasai! やれやれ、一つ教えてあげよう。知っての通りグノーシスの効能は単純な身体能力の強化などではない。
感能力の強化、ひいては服用者の潜在能力を引き出すものだが、その使い方を極めればこんなこともできるのさ。 Oh no, not this AT delay spam. なんだこいつは。空間が呪縛されている。 It's always so powerful in cutscenes. これってワイスマンの間が。バカな、どうやって。Well, it originated from demons, remember? Yeah, in the fur, there was a giant demon that could use that very same craft, and Weissman apparently copied it. Liberu Arc ni Phantasma ka. Koitsu, atashitachi no kiyoku o. Masaka, soko kara saigen shita no ka. Weissman.ほう、これはなかなか共感を覚える人物のようだ。ウロボロスの情報も思っていた以上に興味深い。He's reading everyone's minds while keeping them pinned down? Damn. Now that'd be pretty messed up if you had to fight an enemy who could read your mind. I bet he'd have like 100% evasion. なかなか楽しませてくれそうだ。賭けは僕の勝ちだ。早速君たちにはグノーシスを飲んでもらうよ。そうすれば君たちは僕の思うがまま、キーヤ様も納得してお戻りになっていただけるだろう。てめえ。それが狙いで私たちをここまで。君たちのような愚物にどうしてわざわざ面会の時間を割いたと思っている。全てはキーヤ様のため。それ以外の理由がどこにあるというんだい。あなたはそこまでの力を手に入れておきながら、その上キーヤにこだわる理由が一体どこにあるんだ。ほう、彼女が本当に500年前の時代の出身だったとしても、あくまで普通の女の子であるのは変わらないんじゃないのか。それだけの力を手に入れながらどうしてキーヤにこだわる。確かに根本的な疑問だね。言っただろう、彼女は神となるお方。キーヤ様の前にはこの力など比較するのもおこがましいだろう。いや、そもそも比較すること自体意味がないとも言えるのかな。わけもわからねえことを。本当に誰かさんにそっくりだわ。まあいい、この際だから聞いておく。どうしてキーヤはオークションの場にいたんだ。ん？確かにそれもまだ分かっていないわね。マフィアの方でも心当たりがないそうですが。続けて聞くぞ。俺の兄ガイ・バニングスを殺したのはあんたか。ほほほ、そうか、そうだったのか。なるほど、二人きりの兄弟、年の差は10近く。兄の殉職後はクロスベルを離れ再び戻ってきたというわけか。これは傑作だ。まさか君があの厄介な男の弟だったとは。それは皇帝の言葉と受け取っていいのか。確かに当時彼は僕の存在に迫っていた。厄介だからルバーチェに頼んで抹殺するよう依頼したんだが、どうやら殺したのは
全く別の勢力だったようだな。3年前マルコーニはさも自分たちの手柄のように僕に恩を着せてきたが、ガルシアの方は否定していたからその可能性はないだろう。なるほど、だろうと思ったよ。Seriously, it's not this guy. Then who is this other faction? Ouroboros? あんたみたいな男に兄貴が負けるとは思えないからな。ん？ほう。面白いことを言うじゃないか。キーヤがオークションの場にいた経緯、多分それもあんたにとっては想定外の出来事だったはずだ。自らが神と崇める存在を簡単に手放すわけがないからな。確かに。The third faction must have kidnapped Kia and put her in that suitcase. あまりに非合理的ですね。確かにあの日、キーヤ様は長き眠りからようやくお目覚めになった。だが僕がそれを知った時には、この祭壇からいなくなっていた。おそらくご自分で地上にさまよい出たと思ったが、そして偶然出品予定だった人形のトランクに入り込んだ。馬鹿げている。そんなことがありえるわけがない。ヘイユにもたらされた情報もある。つまり今回の事件に関しては黒幕であるあんたも知らないことが少なくないということだろう。いいツッコミだぜ、ロイド君。すごい。さすがは捜査官だね。だからどうした。キーヤ様がお戻りになれば、そのようなさまつな疑問は。グノーシス。冗談も大概にしたらどうだ。あんたが今していることは誰かの記憶を盗み見て誰かの力を真似ただけだろう。あんたが非道な実験をもとに完成させた薬とやらも同じ。罪もない子供たちをもてあそんで愚かな試行錯誤を繰り返した挙句、偶然見つけた結果でしかない。そんなものが断じて英知であるものか。貴様。確かに英知というには下劣すぎるかもしれないわね。卑しいと言ってもいいかと思います。ごめん、ワイスマンの方がはるかにマシだったかも。ああ、僕も同感だ。 That's a pretty low bar。 そして今もなあんたはそのくだらない幻想をキーヤに押し付けようとしている。あの日だまりのように明るくて無邪気で天真爛漫で、そして思いやりもある俺たちの大切なあの子に、そんな馬鹿げたことをさせるものか。バカな。あ、体が動くぜ。呪縛が解けた。そうか、彼の魔眼は所詮コピーしただけなんだ。動揺すれば保てない程度の不完全なものだったのか。ロイド君の気合がぶち破ったってわけね。ヨアヒム・ギュンター、あんたの器はもう見切った。この上何をしてこようとも俺たちは絶対に屈しない。おとなしく投降してもらおう。What happened to the sound file? Ha! 何をブツブツ言ってやがる。これじゃ切り札を使うしかなくなったじゃないか。He's gonna down the entire jar. それは。教えてあげよう。これぞ完成したグノーシスの最終形とも呼べるもの。
君たちが手に入れたものが青の英知というならば、さしずめこれは赤の英知といったところかな。もしかして秘書野郎とマフィアどもを化け物に変えた。その通り。しまった、あんなに大量に服用したら中毒症状。とにかく急いで吐かせないと。見える、見えるぞ、大いなる D。 あOh no. No. This is different from the others.を取り込んだワイスマンよりも。ああ、心地よい。今こそ我は全ての真実へと至った。世界の在り方、その秘められた意図も。気を確かに持て。そんなものはまやかしだ。真実というのはそう単純につかめるものなんかじゃない。それは単に人のみの限界。我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相も。クロスベルの地に課せられた避けられぬ運命も。はったりを。もはや貴様らを生かしておく意味もなくなった。至れぬ身の風を嘆きながら、ここで果てるがよい。 Please give me a full heal。 秘書さんの魔人化とは格が違うみたいですね。Crushed through the floor too. さすがにちょいと戦力差がありすぎるな。でもどうやら避けられる戦いではないみたいね。ああ、覚悟を決めよう。エニ、ティオ、ランディ、それからエステルにヨシア。これが最後の戦いだ。みんなの全力を貸してくれ。ああ、Oh no. We did not heal. Fuck. Just... Damn it. Seriously bad. I should have leveled up everyone up to the to near the limit first and then fight the first battle. That would have allowed me to get at least the EP healing.
Missed! Sender of Evil! Damn it, if only they were closer together. Probably should have brought Joshua to this fight, shouldn't I? Seriously. Ow. Strangely, he's not immune to stat downs, even though he's the final boss, so that does help me a little bit. I'm not even gonna bar scanning. Fuck it, I'm not doing a second playthrough. Nuke. My main team guard will cast too quickly, so I should just use an item on my casters to keep them trucking. Oh shit, what's he doing now? Ugh, good dodge. Spam everything. What? That's a pretty small heal. I'm not sure what you were trying to accomplish with that. Was that an explosion? Good thing I'm not. Oh. What, we were standing on that? Okay, good thing I didn't stand there, but seriously, are you kidding me? They actually. I mean, I know Weissman destroyed the floor too, but not to. But even completely over the platform like that. Like, damn. That's a little overkill. Shit. Well, might as well use up these stakes. Seal that crit turn and whack him. How were you able to launch such a big creature like that? Damn. 7,000, not bad. Do I need to cast it yet? And just in case, let's cast an Arts Reflect, because he may use Arts at some point. Hmm.
heal self. Last disaster. Okay, we'll probably get someone's guard will probably fall off next turn, so let's do this. Earth Bullet. Good thing he's stationary. That helps a little bit. What are we dealing with? Oh, we're already almost halfway there. Cool. Yeah, he's gonna see a heal bonus. Wicked Blade? Please tell me that's craft-based. That seems like an S-craft. Guard! Okay, good, that's craft-based completely. I'm a team guard. Last disaster. One last team rush. A reflex self. What? He's doing shit. Even though it's not his turn yet. He turned gold. He's gone Super Saiyan. Are you fucking kidding me? We died. Actually, I see it now. There's actually a glowing part that indicates which part is going to be destroyed next. Yeah. Good thing they let me restart the beginning of the fight instead of forcing me to start with phase one again. Okay, everyone saw their guards up, so I'm just going to chuck a EP charge at my caster. Yeah, see if I can get that part again. Summoning. Yes. Well, damn, just had to summon it right behind me. I'm pincered.
Okay, now the floor disappears again. Joe Shim's information carried over, huh? Death Scorpion. Keep up the pain. What's he saying? What's he doing? Is he gonna make the entire floor disappear? What the heck is that stance? He's got a healing thing going on. What are you planning? Exactly, is he planning? Does this stance allow him to counter physical attacks or something? In that case, I may want to hold off on attacking physically for a while. Shit, he's using arts now. Can I interrupt that? No, I can't. How soon can I cast a reflex? Soon enough. Do you even have a reflex? Yes, you do. Anyone who doesn't have it will just have to use reflect liquid. I am prepared. Go ahead, cast your art. Everyone's got reflection set up, so we're good. I do need to start getting everyone's CP, everyone's points back up. I really hope I made the right choice here. I hope there's no gimmick to it. There always is a gimmick, isn't there? Calamity Claw? Can I even reflect this one? Is it unreflectable? Be honest with me. Wow, that works surprisingly well. Other than the whole, you know, speed down part. That should be it. Unless he takes out the whole floor with him, which would suck.
はあ。I can't believe he got me with that vanish move, though. That really sucks. I think we should run. Throw a smoke bomb. Or not. Dang it. Estelle and Joshua, you're supposed to be stronger than this. Shimata! You took on stronger enemies. How could this... How could you get restrained so easily? このままじゃ... こんなところで... We need a bailout. やったあの子本当の意味であの子を抱きしめられるのに俺たちもそうだ絶対に何としてもあの子の元に帰る兄貴頼む俺に力を貸してくれ兄さんではないけれどサービスで貸してあげるわ The final boss in their weakened state. Whoa, he's already pre-scanned. And we're fully healed, somehow. Okay, where is my... steak? Yes, just one final beatdown. You use it too. Wow, even after using that S-Craft, Randy's still going before the boss. He doesn't have any legs. Whoa, the numbers just went all over the place. Yeah, it might be due to playing this on high frame rate. やるじゃないか。 忌々しいが、最後に
正気を取り戻させてくれたことだけは礼を言っておこう。 Regain control? ヨアヒム、あんた Was he also brainwashed? 哀れみの目で僕を見ないでくれたまえ。見届けることはかなわないが。Nope。我らが対応はなったのだから。あの方は、キーヤ様はきっと。最後までよまいもと。でも哀れね。はい。気にすることはないよ。あの狂気の薬を大量に飲んだ時点でもう彼は助けられなかったんだ。うん、そうね。できれば私も助けたかったけれど。ああ、最後まで彼の妄想を晴らすことができなかった。できればきちんと裁きを受けて自分の罪を受け止めてほしかった。そうでないと彼自身も彼が犠牲にした人たちも悲しすぎ。ロイド、ロイドさん。ほら、何をしけたつらしてやがる。ランディ。Right now we have to focus on negotiating with Ren, see if she can get back with the Brights, and we gotta get all the hostages out of here. 俺たちは全能じゃねえ。すべてがうまくいくわけがねえんだ。それでも精一杯やってここまで来れたんだろうが、ベストとは言わねえが。上出来ってもんだぜ。ランディ、かつてのローチ制圧作戦では多くの教団信徒たちが自決しました。ガイさんやアリオさん、課長たちは屍を越えて私を助けてくれました。避けられない犠牲も時にはあるのだと思います。ティオ、彼は自滅してしまったけど、まだまだ後始末は残っている。クロスベル全域の混乱、それから操られていた人の安否も。落ち込んでる暇はないと思うわ。エリー、ありがとう。そうだな、へこんでる場合じゃないか。それにキーヤや課長との約束もちゃんと守らないとな。ええ、全員で無事にあの子の元に戻る約束、それと課長に一人前と認めてもらう約束ですか。なんとかどっちも守れそうだぜ。仲間か。幕引きみたいね。本当は最後まで手を貸すつもりはなかったんだけど、レイビーに影響されちゃったのかしら。レン、これでクロスベルでのレンの心残りは全部なくなった。なかなか楽しかったけど、レンがいると混乱しそうだし、そろそろ失礼するわね、レン。なに、エステル。レンは、まだ捕まる気はないわよ。ううん。レン、もうあんたは、私たちに捕まってるわ。最後に別れてから半年、一度リベールに里帰りして、またここに来てから3ヶ月。私たちはいつでも
レンの気配を肌で感じてたわ。人形工房にいたことも知っていたし、ちょくちょくクロスベル市に遊びに来ていたのも知っていた。さすがに動力ネットで君を捕らえるのは難しかったけどね。当たり前じゃない。レンはキティ、誰にも捕まれないんだから。私たち以外にはね。今私たちはレンのことを全て知った。あんたの過去、悲しみ、そして嬉しいことや楽しいことも、もう逃げ切れないわよ。諦めると思ったのに、楽園のことしたらエステルは絶対に諦めると思ったのに。2年前の私だったらひょっとしたらそうだったかも。でもみんなやレーベ、そしてレンに出会えたおかげで私は強くなれた。過去のどんな出来事も今のあんたを形作っている大切なものだから、今はただ愛おしくて仕方ないわ。本当だったらご両親の元に戻った方がいいのかもしれない。でも僕たちはどんなにわがままと言われようとも家族として君を引き取りたい。それがクロスベルに来て僕たちが改めて出した結論だ。マイスターに調整されて自分の意思で動けるようになったみたいだね。 Rosenberg anticipated this? もう逃がしてあげないんだから。これからどこでどんな風に暮らしていくか一緒に考える必要はあるけど、まずは一度リベールに帰りましょう。ティータもずっとレンのことを待っているわ。レン。さすがにじんときちまうな。みんなありがとう。本当に君たちにはなんてお礼を言ったらいいのか。いや、俺たちは手伝いをしただけさ。君たちは君たちの手でこの結果を手に入れたんだと思う。よしや、おめでとうって言わせてくれ。ありがとうロイド。一刻も早くキーヤちゃんの顔が見たくなってきたわね。はい、それにサイトと課長にも。そんじゃあぼちぼち戻るとすっか。ああ、特務支援課、撤収準備。捕らわれた人たちを護衛しつつ、マフィアたちの身柄を確保しながら地上に戻ろう。 That's assuming the Rabache members didn't escape already.
Maybe someone made it past the demons. No. Asahi ga kirei desu. Ah, sore ni atatakai na. Raida! Kono koe. Masaka. Kiya. しかも偉い大所帯じゃねえか。先ほど市外に展開していた警備隊員たちが全員気絶した。それで取り急ぎ彼女を連れてこちらに出向いたというわけだ。まったく、連れて行けとダダをこねられて困ったぞ。これだから支援課はしつけくらいきちんとしておけ。そう言いながらわざわざ連れてきてやるあたりがお前らしいがな。セルゲイさん。副司令にノエル総長も。皆さんお疲れ様です。こちらの部隊もようやく身動きが取れるようになったわ。それで様子を見に来たんだけど、とりあえず危機は去ったのね。はい。不気味な魔獣たちも全て姿を消してしまいましたし。おかげで全員連れて帰ってこられたぜ。ま、マフィアたちは拘束して地下に置いたままだが。むしろこれからの方が大変かもしれませんね。そうね。市民への説明と諸外国への対応、操られた警備隊員たちへのケアもきちんとしないと。マフィアたちも一通り拘束する必要がありそうですね。そして今回の事件に関する一連の証拠集め、1ヶ月は大忙しだろうな。ギルドも協力させてもらおう。感謝する。確かに死ぬほど忙しくなりそうだが。でもなんだか全てがいい方向に行きそうね。ああ、well, we're not done yet. There's still a person who freed Kiya from the ruins in the first place. We don't know who that is. In the party that killed Guy. Still love loose Freds. Lloyd, Eddie, Tio, Randy. 詳しい報告はゆっくりと聞かせてもらうとして、とりあえずケリはつけてきたか。ああ。はい。上出来だ。これでどうやらお前たちを一人前として認めてやることができそうだ。ガイのやつも喜んでるだろう。課長。はいはい、ちょっとどいてどいて。グレイさん、こんなところまで。こんな美味しいネタを見逃すわけにいきますかって。何はともあれ、まずは一枚パシャリと行かせてもらうわよ。ほら全員入った入った。やれやれ。写真撮ってもらうの。ああ、にっこり笑うんだぞ。うん、サイト入りましょう。私たちはさすがに
遠慮した方が良さそうだね。ほらほら、遠慮すんなっつの。ジョーちゃんも入ってけよ。それじゃあ遠慮なく。まったく。たまにはこういうのも悪くなかろ。ほら、副司令も課長さんの横あたりに。はいはい。でもこれどんな絵面になるのかしら。さあ行きますよ。はい、チーズ。Well, and somewhat happier than the first two games of the other arcs. Crossbell に恐るべき混乱を引き起こした DG 教団の存在。Or not. Still a lot of disarray. それに利用されたマフィアと薬物によって操られていた警備隊。そしてハルトマン議長をはじめとする数々の有力者たちの不始末。事件の概要はクロスベルタイムズによって報じられ。前代未聞の大スキャンダルへと発展した。ここに至ってマクダイル市長は警察局長、警備隊司令両名を解任。各課の責任者やソーニャ副司令に事件の徹底究明を命じた。ダドリー捜査官をはじめ今まで上層部に押さえつけられていた捜査官たちによって帝国課議員のみならず共和国課議員にも及ぶ教団とのコネクションが洗い出され、何名もの逮捕者が出るに至ってクロスベル政界に対する市民の不信感は頂点へと達した。そんな中 IBC のディーター総裁が次期市長選挙の出馬を電撃表明し、引退するマクダイル市長の理念を継いで健全な政治体制の確立を公約に掲げた。そしてマクダイル市長もまた逮捕された議員たちの補欠選挙の出馬を表明し、これパワーバキューム、早くも次の議長候補として各方面から期待されているという。そして事件から1ヶ月後、そのマクダイル市長によって俺たちは視聴者のホールに呼ばれた。エステルとヨシアはレンと共にリベールに帰ることになった。遊撃士協会の人手は減ることになるが、政治改革が行われることによって警察の体制もよりよく変わるだろう。今後は一層ギルドとも協力しつつ彼らの負担も減らせるかもしれない。別れ際、レンは俺たちに改めて気になる言葉をかけてきた。500年前の真実とキーヤがオークションにいた経緯、そして俺の兄ガイ・バニングスを殺めたのは結局何者だったのか、全てを見通すような彼女にもそれらの真相は分からなかったという。だがそれを解き明かすのは俺の、いや俺たちの役目であるはずだ。いつかまた再会する約束をして、俺たちは彼らと別れの言葉を交わした。そして白熱した市長選が終わり、俺たちが通常業務に戻った日、特務支援課の玄関に新しいカバンを持ったキーヤの姿があった。She going to school or something? 本当に大丈夫か。やっぱり初日くらいは俺もついて行った方が。 Helicopter dad, huh? 大丈夫、ちゃんと道も覚えたもん。
それに竜とアンリも一緒に行くんだし、ライド心配性すぎ。でもな、まったくもう本当に親バカなんだから。あなただって小さな頃は子供たちだけで日曜学校に通っていたんでしょ。まあそれはそうだけど。そういうエリーさんもそわそわしまくってませんか。これはその保護者の差がというか。やれやれ、せっかくのキーボーの晴れの日だ。もう狙われることもないんだし、せめてきちんと見送ってやろうぜ。Hey, you don't know that. Didn't you forget the mysterious person who managed to grab Kia under Joachim's nose? いやまあ、分かっちゃいるんだけどさ。なんだか子供を持つ親の気持ちが分かる気がするわ。お前らこそ新市長から相談に呼ばれてるんだろう。そろそろ出かけたらどうだ。はい。それなんですけど、課長ご存知なんでしょ。一体どんな相談なんですか。それは新市長から直接聞いた方がいいだろう。とにかく今日はお前たち全員にとって新たな一日になるはずだ。せいぜいしっかりやってこい。わかりました。やれやれ、また忙しくなりそうだな。まあ忙しいのはいつものことですけれど。それじゃあキアちゃん、通りまで一緒に行きましょう。And they're using a video. See you later. I'm not sure I'm going to divvy all this footage up. Final boss was kind of tanky. I may have to put that one in a separate video from the entire ending itself.Or I could just post a 2-hour-long video. That works too. I wonder, are they going to edit in the GeoFriend to the credits? Actually, probably did already, since there's a lot of English text here. Was this English text made by GeoFriend or Falcom? Now the hard part is trying to get the emulator to work. Some people can make emulators work easily, some can't. I'm kind of worried. I've never actually used an emulator on this computer before. Worst case scenario, I'll just have to watch someone else play Azure. Development members.
So it's kind of surprising that Estelle and Joshua ended up so much lower level than Ren in terms of their stats. They claim that Joachim is stronger than Weissman's final form. If that's the case, then that means we've already achieved second chapter levels of power with the main group. No. Story-wise, we have to assume that Joshua and Estelle carried the SSS for the entire fight. Most of all is flame. Instead of showing us a screenshot of Crossbell, they're just showing a bunch of flame, as if something's going to be set on fire. Some kind of arson. Legend of Heroes Trails from Zero, the Geofront, team members. Contributors, based on the original translation by Gurren, Zero, Flame, and Yangzu. Okay. That means they probably had to edit the video, the credits video, somehow. Trails from Zero is finished, to be continued at the journey's end. 24 hours in Raccoon City. Bookum Dano. Extra mode has been unlocked. Okay, just... Oh, they do have a dedicated part for clear saves. What's this extra stuff? Guess I have to unlock these somehow. And I do not have a whole lot of points, so there's probably not much I can unlock. I wouldn't even be able to carry over most items, would I? Okay, that's it for Zero. Guess I'll try to see if I can load up Azure. It was pretty interesting to see the political situation here. Though I still wish they did not use the bailout trope quite as much, especially for more generic enemies like the Mafia. Like, it feels somewhat justified against experienced Ouroboros members, but not so much against nameless Mafia mooks and their dogs. As for the combat, in terms of offense were really strong. In terms of support, definitely not on par with Earthguard spam from Trails in the Sky. And dealing with enemy arts is a lot harder because you don't have group reflect options. Only group craft guard options. I forgot, did Cold Steel have a way to inflict reflect on a group of allies?
Anyways, thanks for watching this Let's Play of Trails from Zero. If you enjoyed, please leave a like, subscribe, hit the bell icon, and maybe try this out for yourself.